そうです。はじめまして、四千頭身続きです。ごめんなさい。まだ四千頭身だったんですね。なんかもう解散したかった。ごめんなさい。なんかそんなニュースありました。なんかあんま出てないから3人って。いやいやいや。2人だっけ ?3 人か。3人4人か。四千。あ、いや3人だけど。はい。四千頭身って、まあ、ちょっとややこしいスタートです。すいません、いきなりちょっと。もうやっぱ四千頭身さんといえば、なんか第七世代みたいな感じじゃないですか。ああ、出させてもらいましたね。まだ第七世代っていうくくりはあるんですか？なんかぬるっとなくなった気はしてますけど、最近では。確かになんか、振り落とされた感ありますよね。いや、釣り合ってないですよ。なんか笑ったら許されるとかね。でも絶対自信持った方がいいですよ。だってそこに昔は肩を並べられたってことだから、はい、今はもうちょっと差がついちゃったけど、そこになんか土俵に入れたことが絶対自分の価値になるんで、それを絶対胸に刻んで頑張った方がいいと思います。俺そんな落ち込んでないですよ。やっぱ人生諦めないことが一番大事だって。なんかで諦めたってイメージで発言しましたっけ。俺してない。諦めたから丸めたんじゃなくて頭。いや違います違います。前向きなそうなんだ。四千頭身さんのようにならないように頑張ろうと思ってます。すごいそうはならないように。落ちたみたいな、うん、あのいろいろありますけど。でだからお金が足りないから裾も足りてないんですよね。いやそのちぎられちゃって、裾代ぐらい言ってくれれば貸すの。何ちゃってるんだ。無残に引きちぎられた感じがご自身を表してる感じが。ここだけ金足りないとかないですか。俺の中で四千頭身を失ったわけじゃない。千秋さんのプライドがこのほつれ糸みたいな感じな。初めましてですよね。はじめましてです。もう目がなんかパキッちゃってるもん。いやそんなに。こう自分が第7世代から振り落とされた理由ってどこにあると思う？いやいや、シンプルにその実力だと、まあ、実力ですかね。まあ実力はね、まあそれはもう今見てわかるじゃない。わかるって。覚えてますよ、都築さん、私に喧嘩売ったの。あ、ラジオね。喧嘩売った。あの時何を私に言ったか覚えてます？こんなラジオ大阪嫌だ、こんな大阪は嫌だ。そんな言い方じゃないっすよ。真似していいっすか。おい福田ね、お前西原らしいじゃん。お前なんか大喜利ができるんだって。おじゃあ、はい、答えてください。こんな新大阪は嫌だ、どんな新大阪。はい答えて、はい、これお前どうにかできるんだろうなみたいな、こんな言い方でしたよ。いやいや悪かったっす。いや悪かったっす。もうそう、本当申し訳ない。本当に申し訳ない。ちょっと自分を見つめた方がいいかも。なんかそんな殴り合うスタイルなんだっけ。中身がね、空っぽすぎる。お前なんでこのあんた瞬間に言われなきゃいけないんだ。いや、恨んでるんで。いやいや、ごめんって。悪かった、マジマジ。いや、そのやめましょう。いやいや、もちろん全部へし折ってやろうと思ってきたんで。しかもこの人、いやいや実力以上のことを求められて。いやいや、そんなことないって。実力あるでしょ。あって、でも目の前にそれについていけなかった人がいるからこそ。あれですよ。本当に教えてほしい。あ、佐久間さんの意図はそこにあるのか。そこを学べってことかな。何そこで性格悪いの。福留光雄のバラエティ予行練習じゃなくて、福留光雄なんか落ちぶれ予行練習。落ちぶれ予行練習って何で落ちぶれることが前提なの。振り落とされた時の予行練習。これから一緒に収録するの。そんななる。え、こんな年下にさ、当たり前のことを言われただけでそんな打たれてるようじゃ生きていけないよ芸能界なんて。いやいや、結構いかついことになってるって。それいいじゃん。これは今都築さんのフリートークのお題を作ってあげてるんですよ。これラジオで話せるでしょ。あなたのことを思って本当にやってあげてるんですよ。あのクソ長いフリートークスタートのスカラ感やめて。いや、それ言うな。ただ生きてるだけなんですよ。おい。ね、違う、ここだけは。じゃあやれんのか。毎週2時間生放送。お前言ってみろやろ。最初毎週2時間生放送でフリートーク。そのラジオバカにされただけでそんな怒んないでよ。だ、事実じゃん。いやいや、それ全部聞いてくれてんだったらまだしも。芸能界も今切り抜きだから、切り抜かれてなんぼなのよ。言うなよ、こっち側から切り抜かれてなんぼの話。切り抜く価値がないから、やっぱりそのお前言うなって。切り抜かれた部分だけをやっぱ知っちゃってるから。本当に
知るなよそんなの。良さは何ですか？菅田将暉さんを呼べるぐらいです。なんかやっぱ菅田将暉と仲いい自分かっけーみたいなあるでしょ。なってねえよ。ね、それじゃあ俺言ってないから。そうなってねえってなんだよそれ。あるかないかで言う。ツッコミじゃねえだろ。なんだよ。絶対言わない。優しくするこの後。だから教えて。いやかっこいいだろ菅田将暉と仲良かった。いやかっこいいでしょ。だって菅田将暉と仲いいんだよ。尻尾は出たじゃん。いやいやいや、かっこいいでしょ。だって菅田将暉と仲良くなれる人って限られてるだろ、今世この人生人類の中で。だっせ、虎の意欲あるね。いやいや、いいじゃん、憧れてたの。はい、あ、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、緊張する。できるかな。え、めっちゃ頑張りましょうね。すみません、私結構あんま不慣れなんでご迷惑かけちゃうかもしれないんですけど。本当に。本当に。あ、すみません、予選投資の続きです。よろしくお願いします。お願いします。もっと頭下げた方がいいですよ。福留光穂です。よろしくお願いします。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 お4、3、2。福留光穂のバラエティ駆け込み寺。イエーイ。駆け込み寺。駆け込み寺。